夜勤明け女子におすすめするコンビニグルメ。イエーイ。ピーン。今日はな、私とかすごく夜勤明けが多いんですけど、そんな仲間の焼きぐりさんへコンビニグルメをおすすめしたいと思います。やっぱ夜勤明けってすごい疲れるじゃないですか。疲れて帰ってて、もうなんか家で何も作りたくないよっていう時あるじゃないですか。そんな時にサクッと簡単に作れて美味しくいただけるコンビニグルメを今日はおすすめします。ピーチ今日はおすすめしたいと思います。食べてね。ちなみに私コンビニその結構行くんですよ。でも今日に限ってはセブンイレブンさんの商品を紹介していきたいと思います。イエーイ。じゃあまずはサクッと簡単に電子レンジで食べれるもの、もうすチーン。すごい好きなんですよ私。もう500ワットの電子レンジで60秒、これパリッとしてて、しかも辛さも程よくあって、次に紹介するのは冷凍食品。冷凍だけど本当に本格的で美味しいやつがあるんです。バーバー焼き鳥炭火焼き。これも本当に美味しいです。本当ね、炭火の香りもすごく良くて本格的でございます。こちら美味しいので食べてみてください。あ、やばい、顔が大きいのバレちゃう。やばい。さあ続いて紹介するのも冷凍食品です。バーバーチーズタカルビー。チーズタカルビー、バーン、チーズタカルビーです。ワン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 。これなんといっても味がね、冷凍食品なのにこんなしっかり辛いんですかっていうぐらい辛いっす。今ちょっと、まあ、お肉が続いたじゃないですか。まあお野菜欲しいですよね。やっぱそんな時は女子はこれ、バーバーン。で、味噌マヨネーズ、バーバーン。味噌マヨネーズ増量の野菜スティック。綺麗。ダンスフロアじゃないここ。踊りたくなっちゃうわ。やっぱこの野菜スティック最高ですよね。やっぱ野菜切るのとかね、夜勤明けで大変じゃないですか。これも最後も全部切れてあるし、このボリュームもすごくいいんですよ。野菜いっぱい取れるから。あとなんといってもこの味噌マヨネーズがうめんですよね。あ、さあ続いて紹介するのはやっぱなんかもう調理とかもめんどくせえってなってサクッといっちまいたいなーなんて人、ドゥーリン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 、ババーン、ふんわりコッペの卵サラダ。ふわーふわりふんわりふわりふわりふんわり。これね、私すごい好きなんですよ。もちろんこのふんわりコッペね、これふわふわなんですよ。これふわふわ、これも美味しいんですけど、この卵がもうたまんないんです。これ、いや、なんでこんな美味しいんだろう。なんで
ゆで卵です。違うか、それはちょっと違うか。ゆで卵違うか。か、ゆで卵ちょっと違ったな。ゆで卵はちょっと違ってるな。これそんなこんなでこちら、いやでもゆで卵は違いましたよね。ちょっと違う。ふんわりコッペの卵サラダ、ぜひ皆さんも食べてみてください。ガチャン、イエーイ。さあ続いての商品はお腹も満たしつつでも甘いものも取りたいみたいな、そんな方におすすめ、こちら、ドドン、パンパン、パン。一粒増量いちごサンドです。ね、もう商品名に一粒増量って入ってますから、一粒増量したみたいです。間違いないメニュー、やっぱ生クリームといちごの組み合わせは私大好きなんで、いちごのショートケーキっていう曲出すぐらいだからさ、大好きに決まってんじゃないのよ。ちょっとこれだったらほんともういつでも食べれる。何個でもな、まあ、何個でもって言うとあれですけども、そのまあまあいつでもって言うともちろんあれだな、まあまあ3個かな、3個かな。さあ続いて紹介するのは、夜勤のね合間、休憩中とかもなんか小腹すくじゃないですか、そんな時にね手軽に食べれるものが、さあババ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 バ有機むき甘栗でーす。美味しいんですよ。あ、普通の甘栗じゃないのなんて思ってね買ってみたんですけども、びっくりしました。美味しくてびっくりしました。本当に美味しい。なんだろう、シロップとかついてんのかな、これ全然わかんない、何も書いてない。すごい、こっからも覗けるし、わー、ぜひ皆さんも甘栗食べてみてね。マロン、イエーイ、イエーイ。さあ続いて紹介するのはやっぱりデザートですよね。デザート食べたくなるじゃないですか。なんかこうあっさり、しかも低カロリーでさらっと食べれるもの。またバババババン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 バンバン。こちら牛乳、みかんの牛乳寒天、これ美味しいんですよ。もうなんかもう昔ながらの味というか、これなんだろう、なんかもううちで作ろうと思ってうまいこと作れないこの感じで、とても美味しいんですよ。これ私大好き。本当はもう店頭にあるもの全部買って帰りたいぐらい大好きなんですよ。これちょっと楽しみに食べるの。開けなきゃダメなやつ、これ。ぜひみかんの牛乳寒天食べてね。続いて紹介するのはまたまたデザート、今回の和スイーツ、こちらです。ババン、ズズ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 、わらび餅&白玉クリームぜんざいです。白玉、これびっくりしますよ。これすっごい美味しいんだから、もちもちで、であとこのあんこもね、その甘すぎず、しかも生クリームと一緒に食べたらたまんないですよ。これ食べたまんないんだよな。見て、わらび餅が4個、白玉も4個、ダン。
ていただきます。でそっからねバターなんて入れちゃったりして、バター、あとね納豆ね、テレビでもやってたんだけど納豆も美味しいのよこれ入れると。あとはね紅生姜結構入れるのよ、紅生姜、それ紅生姜はあの店舗にも置いてあるんです、もう卓上で置いてあるんですけど、本当に紅生姜もすごく合うんですよ。正直辛いです、辛いのが苦手な方はねちょっともしかしたらなんか途中でああもうちょっと辛いわってなっちゃうかもしれないですけども、その先へ行ってみてください。うまさがあるんで、うまさがあるんで、ぜひ皆さん食べてください。ぜひ夜勤帰りにコンビニに寄って今日紹介したものを手に取って口にしてみてはいかがでしょうか。本当に全部美味しいんで皆さんにも食べてもらいたいと思って、夜勤頑張ってね、私も頑張る。それじゃあみんなバイバーイ。え、なんか来た。え、うわ、ジェラードンチャンネルだ、押し通る。なんだあいつ。